まあ、なんて言ったって思い出ポロポロはジブリが人を常雇いにして、はいはいはい、ねえ、簡単なく映画を作り続けなきゃいけない、うん、っていうことを、うん、まあ決断して、はい、それでまあ社員制度を導入と、うん、俺でまあ会社がね、まあ、スタートして、その第一作目、うん、思い出ポロポロ、はい、2年の期間をかけて映画を作るっていう、はい、まあ宮崎駿っていう人はね、うん、単に映画を作るだけじゃなくて、うん、経営者的能力もこんなことあんまり言ったことないんですけどね、うんうん、そうするとね、僕ね、紅豚でおいてはね、はい、まあもしかしたらこれが柱になるかもしれないけれど、うん、もう本当に感心したんですよね、それに。それで、まあ2人でね、はい、やっていこうと、うん、で、俺は作るから、うん、ね、プロデュースおよび会社の運営は鈴木さんやってよっていうはずが、はいはい、ちゃんとね、うん、そちらの方にも配慮する人なんですよ、この人って。建前と本音の使い方が非常にうまくて自分たちで決めたのはいいけれど、うん、ね、実際やろうとすると大変でしょ、うん、はい、簡単なくやるって、つまり、うん、あのこの紅の豚はね、連続してやらなきゃいけない、しかも間を空けないためには準備のことを考えたら、はい、要するに思い出ポロポロが完成する前に考えなきゃいけないんですよね。皆さんは自分で考えてそういう会社にしようって言ったくせに、その連続して作らなきゃいけないってことに一番プレッシャー感じたのは誰でもね、本人なんですよ。しかし会社としては連続してやんなきゃいけないでしょ。で、思いついたんですね、彼が思いついた。で、何を思いついたかというと、まあ、紅豚をやろうってことなんですけどね、はい、俺だって長編をずっとやり続けて疲れてると、ね、で疲れてると同時にね、要するに長編アニメーション映画っていうのは当然お客さんのこと考えなきゃいけない、はい、つまりお客さんが見て楽しい、喜び、楽しむものを作らなきゃいけない、毎回それをやるっていうのはね、俺だって嫌だよと。なるほどなるほど。それで彼がね、言い出したのが、その両方をね、まあ一致させるには、ね、あの短編をやろうと。はいはいはい。これでね、彼が言い出したのは、紅の豚、俺で15分。はいはい、最初は。ということだったんですよね。で、まあ、本当はね、いきなり長編をここで作ってもよかったんですけれど、はい、まあ、僕多分こういう話し方をするのはね、今まで初めてなんですよ。それで彼だって本当は長編を作らなきゃいけない、でもまあ簡単に言うとその気にならなかったんですよね。だからそんなことを彼から説明を聞いたわけじゃないんだけれど、はい、その両方をね、合致させるいい案はないかということで、15分の短編案っていうのを出してきた、はい、これでこれをね、鈴木さんよと、ね、なんかね、ちゃんとお金になることにね、変えてよと。なるほどなるほど。その15分のものを箱をうまく用意してほしい。そう、俺でちゃんとね、建前が立つように、別に遊びでやってるわけじゃない。で、本人の中にはその部分もあるんですよ。でもそれをね、形にしろと。それでまあ僕はね、まあそれは飛行機の話、飛行機の話だったらそりゃ飛行機だろうと。これで今のね、なんかいい方法はないかなと思った時、飛行機会社が頭に浮かんだわけですよ。魔女の宅急便でロサンゼルスでね、在留日本人のためにね、上映するっていうことがかつてあったんですよ。でその時にまあ JAL の方からそのお話いただいてね、まあ僕それに協力したことがあったんですね。これでその人思い出したんですよ。なるほど。まあ、簡単に言うと、はい、でこの人に相談を持ちかければやってくれるかもしれない、っていうんでね、紅の豚は、まあ、最初の話もともかく、とにかく JAL ありきで始めたやつ、はいはい、で、まあその15分のものをやろうっていうことで、これでまあ作画はね、多分ね、その年の、その年ってのは後でちょっと調べなきゃいけないんですけれど、1991年じゃないかなって気がするんですけれど、3月、4月ぐらいには全部終わってるんですよ。ほんでこの紅の豚の話はね、実を言うとその前の年からしてる、準備を始めてるんですね。そうなんですよ、しなきゃいけなかったんで、で、まあ本当はね、
その思い出ポルポルが終わったらすぐくれないの舞台に入る、うんうんはいはい、っていうことを計画してたんだけれど、うん、何しろ初めて、ね、連続でやるんでなかなかこちらも慣れてなくて、うんうんまあ、それがうまくいかないっていうんで、まあ、宮さんもですね、うん、その15分のものを作るのに、うん、実はいろいろあってね夏までかかっちゃうんですよね、うん、俺がねあの制作休暇はというのがあってそれが夏だったんですけれどその間みんな変な話、うん、遊んじゃってるんですけどね、うん、やっとった人たち、うんうんうんまあ、他の会社の仕事も手伝いもやってたけれど、うん、ほとんど仕事が空きになっちゃって、うんうん、それで夏、うん、やっとこれあのなんだあの思い出ポルポルがね、はい、まあいろいろ見えてきて、うん、でまあ僕はその準備やるっていうとね思い出ポルポルがね本格的になる最後のね追い込みの前にそういう段取りをつけとかなきゃいけなかったんで、はい、だからまあそれはそれでうまくいったんだけれど、はい、実際宮さんがね取り掛かってくれるのがね、うん、実は夏になるんですよ、うんうん、俺がねまあ僕そこでねそういうものを今ここへ持ち出していいのかどうか悩みますけどね、うんまあ、紅の豚を15分やると、はい、っていうことになったのはいいけれど、うん、ある日これもう本当5月6月じゃないですかね、うん、宮さんがね、うん、まあ僕の机の上にね、うん、1枚書き置きを残すっていう事件が起きましてね、うんはいはい、でそれは何かというとね、うん、でっかい字で書いてあるんですよ、うんうん、ね、紅の豚、うん、俺一人でやれというのかだってジブリにいる全スタッフはね全部思い出ポロポロに取り掛かってるわけでしょ、投入してあるから、はいはい、できないわけですよ、はいはい、それでね、はい、僕忙しかったから、はい、それを無視した日のことをよく覚えてるんですけどねただその紙はね、はい、ファイルに取ってやるんですよ。ああそれすごいですか。そうですね、なるほど。そうなんですよ。これでまあ宮さんもああだこうだって言ってね、はい、まあ僕も顔は少しぐらい覗いたりもしたんですけれど、はい、なんて言ったってね、上雇いにして初めて成功するかどうかっていう時で、うん、作る方も大変だったしね、うん、で今度は公開それからね宣伝その他も大変だったし、はい、そんなね暇ないわけですよ、うん、でまあ公開して直後、うん、やっとある余裕ができて、はい、俺でね2週間現場をね全部休みにしたんですよ、うんうん、俺でね終わったのはいいんだけれど、うん、まあその時ですよね、その時っていうのはね、うん、皆さんがね、うん、たった一人で会社に来るわけですよ、うんうん、そうね、ほったらかしにするわけにもいかなくて、はいはい、僕もね休みもなしにね、はい、そこへ行く、はい、もうそ社内にね、うん、2人なんですよね。でたった2人でね、はい、2週間、はい、で皆さんがやっと重い腰を上げてね、はい、絵コンテを描く、はい、これでね、あっという間にね、15分ね、仕上げるんですよ。なるほど、なるほど。で、はい、宮さんがね、うん、ちょっと完成したから読んでよって言うから、うんうん、で、まあ、しょうがないね。で、宮さんってね、嫌な性格なんですよ、うんうん、僕が読むとき、うん、僕を一人にね、してくれないんです、うん、後ろにいるんですよ、ね、後ろにいるか。これでね、僕が集中して読もうと思ってんのに、はいはい、うるさいんですよ、あーでもない、こうでもないでもそれを振り切って一生懸命読んだ、はい、豚があの子供たちを救う、そこで終わりだったんですよ僕ね多分ね、その時に発した言葉はえ、これで終わりですかなんでこいつ豚なんですかそもそもそしたらね、まあ、怒ったんですよね、たった二人きりだったのに、何を思い出したかっていうとね、日本映画ってのはね、鈴木さん、だいたいくだらないんだよって言うから、なんでですかって、すぐね、原因と結果を明らかにしようとする、あ、結果だけでいいじゃないかと、ね、だから僕ね、いや、そういうわけにもいかないんで、ね、やっぱりこいつがなぜ豚だったかっていうところに、やっぱり興味持つんだと、はいはいね、はい、そこのところね、なんとかしてくれないですかね、俺でやったら、今のジーダのくだり、ああ、魔法をかけられてっていう。でみんなね、残ったのはあなた一人だけよと、はい、ね、みんな豚になっちゃった、はい、ああ豚になったじゃない、あれね、魔法かけられて豚になったんだっていう、でそこまで書いて、うんうん、ね、でまあ正確なことは忘れて覚えてないですけれど、うん、約30分、うん、でこれでどうだと、ほんでまあそうこうするうちにね、みんなも出てくるんですけれど、うんうん、まあその2週間の夏休みの間にね、結構コンテが進むっていうのかね、うんうん、これでやってたらね
その今のこれでまた終わりだっていうからね、うんうん、これももうむちゃくちゃ。なるほど、なるほど。だってこれで終わるって言ってどうするんですかっていう。で僕はね、あのね、こういう言い方したのよく覚えてるんですよね。もう一個ぐらいね、うん、こいつがなぜ豚になったかを。これ本当に怒ってましたね。あ、言ったら。うん。でもね、はい、それにめげず、はい、あのシーンを作ってくれるわけですよ。あのシーンっていうのは俺が人間だった頃のあそこら辺のシーンとかね。これで、そうこうしてるうちに、まあこれ昔の資料をね読んでいただいた方が正確なことを覚えてるでしょうけれど、はい、要するに何があれかって言ったら60分ぐらいになっちゃったのかな、だいぶ伸びたんですね。そうなんですよ、うん、それで僕ねそれを見てて、まあ、これはもうね、うん、8月もしかしたら9月ですけれど、はい、まあ、あの当時は皆さんもね絵コンテ書くの早かったんで、はい、これで僕ね今度は逆提案ですよね、うん、皆さんここまで来たらね、うん、まあ、今まで話し合って JAL さんと決めてきたこと、うん、これがねそのままうまくいかない、うんうん、これでこれを映画にしてもらわなきゃいけない、うんうんね、映画でやるざるを得ない、うん、それで宮さんにね逆提案で何分って言ったのか忘れましたけれど、はい、80分にしてくれとか、はい、そんなようなね逆提案をしたと思うんですよね。俺で宮さんの方がね、うん、冗談じゃないって言って、うん、ね、そんな今更そのこと言われたってと言いつつ、うん、それをやろうとしてくれた、うん、なんていうのが大きなね流れなんですけれど、うん、お話の方はね、なるほど、うん、でまあちょっと僕映画のタイトル忘れちゃったけれど、まあ、宮さんがね、うん、ああいう豚のライバルカーチス、はいはい、その他出して最後殴り合い、うん、あれはまあね、うん、ジョン・フォードの有名な映画ですよね。でまあこれで終わらせる、まあ、これしかないだろうなと思いつつね、まあ僕も共犯だと思ってたからそれを見過ごすんですけれど、うん、ということでね、うん、まあいろいろあったんですけれど、うん、一方であの作るっていうことにおいては、はい、まあ、大事なのがスタッフの問題でしょ、はいはいはい、俺で、まあ、今のね「あの紅の豚」を作る時、うん、まあ、宮崎駿っていう人がね、うん、まあ、そういうこともねちゃんと考える人ってさっきの話のちょっと連続線上にあるんですけどね、ええ、まあ、簡単に言うとですね、うん、要するに作画の、うん、まあ、思い出ポロポロ、うん、中心人物は近藤気分、はい、まあ、一番上手な人がそれをやって2年間でクタクタになってますよね、うんうんうん、それから美術の中心人物大賀和夫、はい、この人もガタガタ、うんうん、じゃあどうしたらいいのって問題が出てくるわけですよ、うんうんうん、これでその下にいるスタッフの中から誰かを選抜してやるっていうのが、うん、まあ順当なところなんですけれど、うんうん、それは当然ね、うん、何を引き起こすかというと、うん、作品の弱体化をね、うん、まあ、生み出しちゃうわけですよ、うんうん、でそんな時に、まあ、宮さんと相談したら、うん、まあ、宮さんというのはねやっぱりねそういう自分から言い出して会社いわゆる会社にして、はい、それで連続して作っていこうって言った人でしょ、うんうん、ゆえに、うん、まあ、宮さんに僕は感心するんですけれどね、はい、鈴木さんと、うん、今度はスタッフを一新、すべての重要なね、うん、仕事をね、うん、女性陣で締める、これはね僕ね、うん、感心しましたね、はいはい、要するにねマイナスをプラスにね転化させるね、うん、そのキャッチフレーズなんですよ、うん、女性で作る飛行機の映画、なるほど、で絵の中心が、うん、香川愛ちゃんっていうね、はいはい、でこれはかつてね、うん、そのジブリではまあ、いいアニメーターとして頑張ってきたけれど、はい、いわゆる作画監督ってのやったことがね、これで美術の方もね、うん、久村かっちゃんっていう女性がいてね、うん、これ大賀さんの弟子だったんですけれどね、うん、その人を起用、はい、映画作る時って監督が大事で、その両脇作画と美術を誰が占めるか、はい、そうするとこの女性2人でねまず占めるってのはものすごく大きいことだったんですよ、うん、でジブリっていうのか当時のアニメーション界でもこれは画期的、うんうん、で音の方もね、浅利直子ちゃんっていうね、うん、女の子にするとかですね、ね、仕事のポイントを全部女性陣でやる、でそれがね話はいきなり飛びますけれど、飛行機を直す現場、あの飛行機直したの全部女性でしょ、そうですね、そうするとあれはねリアリティないわけですよ本来、だけれど自分たちが今やってることをそのままね映画にしちゃおうって発想なんですよ、なるほど、でこれなんかね、
まあ、皆さんって、まあ、一種フェミニストだと思うんですけれど、はい、じゃあ何故フェミニストになったのかっていうことがあって、うんうんうん、もうそう、本来ね、皆さんという人は、うん、これもちょっと説明しなきゃいけないけれど、日本の風土が、日本の精神風土が大好きで、うん、どっちかというとね、本来、うん、僕はね、あの人はね、男尊女卑の人だったと思うんですよ、古い日本人だから、うんうん、だけれど、ね、自分が働き始めた東映動画っていう職場はね、うん、やっぱりね、他の会社とね、大きく違ってたことがあるんですよ、うん、でそれは何かというと、うん、ね、女性が多い、もっと女性を大事にしなかったら映画を作れないと、うん、簡単に言うと人数多かったんですよ最初から、うん、まあ、これがね皆さんをして、うん、まあもともと女性は好きだったでしょうけど、うん、それだけじゃなくて、うん、女性を尊重しないと映画を作れない、うん、なるほど、まあこれはねカッコつきなんですけれど、うん、才能は男で、うん、ね、うん、だから誠実にやっていく仕事は女性でっていうね、なるほど、どうやって書くかはね難しいんだけれど、うん、多分ね、そんなことがあったような気がするんですよね。あ、まあおかげさまでね、あの紅の豚って、まあ、これもこれに関してはね、僕ね、ちゃんとお話しようと思ったのはね、うん、やっぱり紅の豚は普通にやると、はい、なかなか興行が難しかったんですよね。あの、というのはね、はい、当時その東宝がね、はい、まあ、配給をするっていうとね、うん、その洋画はね、はい、2系統しかないんですよ、うんうん、でその時に紅の豚があるんだけれど、はい、まあ、これも洋画系でやりましたから、はい、あのフックっていうね、スピルバーグ、フック船長、これがね、うん、まあ、実を言うとアメリカで大ヒット、うんうん、これ日本でもね大きなヒットをするだろうと、はい、そうするとね当時、まあ、日本全国回ってみるとすぐ分かるんですけれどね、うん、まあ東宝の映画館系列は2系統っていうとね、うん、つまり洋画をやるのは2館しかないんですよ、はい、で1館目がでっかい映画館 で、うん、で隣にあるのはちっちゃいんですよ、うん、そうするとね、うん、当然ねフックはねその大きい方でやるっていう契約ができてるんですよ、ね、はい、うん、そうすると今の紅の豚はちっちゃい方ですよ、はい、そうするとそれって半分ぐらいしか人入れないんですよ、うん、で普通に映画館でやるとですね、まあ、フックが、ね、ある数字を上げたとしたら、うん、まあ、簡単に言うとね、うん、紅の豚はうまくいってもその半分なんですよ、うん、でそれをなんとかしたい、うん、って思って、はい、実はここにあるね、この初めて全国キャンペーンっていうのを ね、うん、やるんですよ、はいはいはい、これね、これ実を言うとね、まあ、あの当時東宝は大反対キャンペーンなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、うん、これが初めての本格的キャンペーンなんですよ、はい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 、で誰もやったことなかったんですよ、で日本全国くまなく歩こうって言って、うんうんうん、これで、まあ、僕はねトトロとホタルの時にそういうお話をしたかどうか、はい、この西野さんという方と、うんうんうん、まあ、トトロとホタルの時に、はい、映画の興行をめぐって配給をめぐって大喧嘩したことがあって、はい、その方なんですね。 それがきっかけですごく仲良くなったんですね。なるほどなるほど。で僕がいろいろ頑張るっていうのをね、うん、まあ、この人が見ててね、うんうんうん、鈴木さん本当に頑張るんだなっつって、うんうん、でまあそれでね、実はそれが「もののけ」にもつながる「もののけ」の大ヒットって全部この人のおかげですからね。なるほど。で何かなと思ったらね、この人がね、ちょっとじゃあ鈴木さん、うん、やったことないことやろうかっつって、うん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 、これ僕としてはね、まあ、映画ってね当時本当にそうだったんですけれどね、やる前から数字って分かってるんですよ、うんうん、その小屋が決まった時点で、そう、うん、そうもうね、うん、だいたいフックはこのぐらいで、うん、モノがこのぐらいだ、うん、そこの人もどっかで、うん、日本映画それでいいのかってのを思ってた人なんで、うん、それでまあ宮崎駿って言ってね、うん、まあ、トトロ、ナウシカ、ラピュタ、うん、それはこの間やってきてるけれど、うん、なかなかまだね、うん、東宝の信頼を得るまでに至ってないんですよ。まだまだ、うん、あの参考までに申し上げると、うん、宮崎駿がね、うん、あの映画業界から期待されたのはもののけの後ですから。なるほど、ね、これが現実なんですよ、うん、でこの時にね、頑張ろうか鈴木さんって言ったら、うん、でね、すごいんですよ、やろうって、うん、で何やろうかなと思ったらね、さっきの2巻でしょ、はいはい、これはね、もう時効だと思うんで、
契約してるから、うん、ねやらないわけにいかないんだと、うんうんうん、それやるっていうことはね、うん、看板が全部立つんですよね、うんうんうん、いろんな、はい、それをね、うん、関東はダメだと、うん、関東以外やろうと、うん、何やるんですかって言った、うん、1日だけ復帰やって、うん、2日目から豚に切り替えちゃうとなるほどへえやってくれたんですよすごい、うんうんうん、でこの人は全国の映画監修ににらみが効いたんで、はい、押すと一晩で映画館が変わる、はい、バタバタと、うんうん、俺で残念ながら東京はできないと、うんうんうん、でその結果がね、まあ、当時で言うと 28.5 かな、うんうんうん、俺でフックはね、はい、20もいかないっていうなるほど逆転現象が起きたんですねすごいことしますねだから、ね、映画ってね、うんうん、まあこれ映画に限らないけど、はい、企画も大事、うん、作るのも大事、宣伝も大事だけれど、うん、実は最後の配給、うんうん、ものすごい大事、うんうん、なるほどだからまあ作ること、売ること、最後ね、どうやって見てもらうか、うん、この 3つが1つにならないと1作は出ない、それを思い知ったね、はい、僕にとってはね、はい、記念すべき作品ですね、うん、それでもうこの人に頼れば、うん、この人が本気になったら、うん、そういうことをやってくれる、うんうん、でこの人のやり方が変わっていくのがもののけ、うん、そして千と千尋なんですよ、うん、でそれは何だかって言ったら今のシネコンが出てきて近代化が起こるんですね、うん、なるほど、うん、だから僕この方がね亡くなった時なんかね67かなんかね亡くなっちゃうんですよ。若かったね。もう真っ先に駆けつけましたよもう。そのキャンペーンを全国回ったっていうのは、うん、その地方の小屋でその作戦を取る以上は地方をすごく一生懸命プッシュしなければいけないというのが地方の数字良くしようと思ったんです。なるほど。だいたい映画ってね、はい、関東とそれ以外なんです。はい、そうするとねあらゆる作品が関東がね 60% から 70% で。それ以外の 30%、40% だったんですよ。それをひっくり返そうと思ったんです、はい、だから各地域に行ってこれ確か28カ所だったと思うんですけどね、はいはいはい、あの現地行くでしょ、もうそれ何やるかっていうと、はい、現地の新聞、雑誌、テレビの取材、はい、ラジオの取材、はい、それをやって、なおかつ、ね、まあ試写会やるんですよ、はいはい、そこへ特別協賛のスポンサーが入る、はい、であの試写会ってねすごい大きいんですよ、で何が一番大きいかっていうと、これはもしかしたらどっかでまとめて話さなきゃいけないんですけれど、まとめてっていうのは僕のやってきた宣伝手法っていうのをね、それを一部紹介、ご紹介すると、はい、試写会ってね何が大事かっていうと、もちろんそこへお客さんに来てもらうこと大事なんだけれど、実は試写会告知っていうのをテレビでやるんですよ、これが大宣伝なんですね地方の。なるほど、そういうことなんですよ。だから僕らが日本テレビと組むっていう時にね、はい、何が大事かって言ったらね、あそこのネット局43、そうすると東京だけじゃないんですよ、特に地方なんですよ、それでそのいやある43局ネットのそれぞれで試写会をやるんです、そうするとテレビでうん十本っていう告知が出るんですよ、これが大きいんですね、だからそこら辺ね有機的にね全部つながってくるんですよ、まあ、紅の豚においてはそういうことなんですかね、はい、これは非常に意識的に、うん、でこうやってやればこういう数字になるっていうことを考えながらやった責任だったんで、はいはいはい、